早速、はい、お伺いしたいんですが、今全国ツアーが、ね、ツアーされているじゃないですか、うん、その中で の、まあ、市政の人とこう市民の方といろいろ交流を重ねる中で、反応ですね、その方々の反応をその中で強く、まあ、感じたことをです、ね、まず、一番初めにお伺いしたいなと思います。なるほど。多く聞かれる声はやっぱりしんどいってことですね。何がしんどいかというと、やっぱり生活がしんどいってことです。で、選挙の時になんか、なんか令和が盛り上がったみたいなことが一部で言われたりとかして、まあ、テレビメディアではほとんど取り上げられなかったんですけど、で、何かこう山本太郎への熱狂っていうふうに何か話を置き換えられてるんですけど、それは大きな間違いで、要は何かっていうと、やっぱり今苦しい生活をしている中 でもう死にたくなるような状態で毎日を生きなきゃいけないっていう現実と向き合っている状態の中で、私たちが政策としてやらせてもらいたいってことを、なんだろう、提案しているものに対して、そういうものが実現できるんだったら自分の生活は引き上げられるだろうと、底上げできるだろうっていうことなんですよね。だから山本太郎への熱狂ではなくて、その政策を実現させてくれっていう声で盛り上がっているっていうことだと思うんです。で、まあ、選挙前、選挙中はそのような状況で進んできたんですけど、で、選挙後にも、なんだろう、その熱は続くのかみたいなことを言われたりしてたんですけど、それは続いてるんですね。で、選挙前、選挙中よりも、人の集まりだったりとか、そこから帯びてる熱っていうのは、その前とは比べられないっていう状態です。より高くなってるってことですね。で、その理由は何かって言ったら、選挙が終わったからといって、その人たちの生活が何かしら改善されたかって言ったら、改善されるどころか悪化していっているんですね。当然、消費増税とかもあったわけですし、それだけじゃなくて、例えば高齢者の窓口負担が増えるとかっていう方向が決まっていったり、要は、より負担が増えて、より削減が増えたっていう、進んだっていうような状況だと思いますね。そういう人たちの声、そうですね、もう本当に各世代いらっしゃるので特にこれっていうことをなかなか言うのは難しいんですが、やっぱり奨学金っていうところがかなり、なんだろうな、若年から中年までの世代の間で強く聞かれる声ですね。もうこのままじゃ、なんだろう、自分が暮らしていくだけでもギリギリなのに、もう家族持つなんて無理ですよと、なんとか奨学金だけでもやってもらえないかっていうことを、まあ2議席しかない私たちにだから一緒にやりましょうってことを言うんですけどね、私たちだけじゃ無理なので、みんなでやるっていうことを広げていかなきゃ実現しないので、まあその他にも、なんだろうな、まあブラック企業に使い潰されてっていうようなところで、もう社会復帰できませんっていう方だったりとか、あとまあ、高齢者の方なんですけれども、要は自分の相方が、まあ、ご家族の方が、まあ、もう介護が必要な状態になったと。で、仕事を続けながらやってたんだけれども、もうそのなんだろうな、認知の状態が進んでしまって、もう辞めざるを得ない仕事をということですね。まあ、もう介護離職ですね。老老介護で介護離職っていう状態。で、本来ならばそんな、なんだろう、介護度が進めば受けられるサービスも高まっていかなきゃいけないんですけど、その要介護自体を引き上げてもらえないってことですね。うん、で、その引き上げてもらえないっていう理由は何かって言ったら、おそらく私はその地方の財政難っていう部分があるんじゃないかっていうふうに思うんですね。で、要は財政に余裕があるならば、やっぱり困っている人たちに対してそれ相応のサービスは多分なんだろう、受けていただくことはできるんでしょうけど、やっぱり財源という部分を考えると、その地域でのそれぞれの要介護度に合わせた人数というのはおのずと決まってくると思うんですよね。そういう理由でやっぱりこの上の人たちが天に召されない限りは、そのランクは上げられないという状況だと思うんですよ。なので実際は、認定されるべき人たちが認定されずにっていう状況が、おそらく財源不足などから来てるんじゃないかっていう話ですね。まあ、地方政府はお金
ね、通貨発行権持ってませんから、それは通貨発行権持ってる国がやはりちゃんとあのなんだろう分配していく、お金を作り出して分配するっていう財政出動をしていくってことをしなきゃならないんですけど、で他にも、まあ、地方の首長さんとかにもお会いしました、中には。で何をおっしゃってるかというと、やっぱり自民党政権は一貫してもう小泉政権ぐらいからずっと地方に対する交付金を削り続けていると。で民主党政権に戻った時には、民主党政権の時にはその額は戻されていったらしいんですね、増やしてくれたらしいんですけど、またあの安倍政権になってからは減っていってるということですね。でまあ大中規模ぐらいの自治体だったんですけど、大体年にしてその削減で失われている財源が3、40億って言ってましたね。だから何かしら30億とか40億レベルのものを、例えば基金を崩すとか、もしくは何かをコストカットするっていう形でしか埋めできませんよね。そう考えたとしたら、やはり何だろうな、一番コストがかかってそうなところ、社会保障系とかもやっぱりこう引き締めしていくんだろうなっていう形なんですかね、うん、だからもうどこに行っても苦しい厳しいっていう、っていう話しか聞こえてこないですね。そういったそのまあある種市民の方の苦しさや、まあ、しんどさっていうのを肌で受け止めている中にあってですね、その、まあ、例えば先の国会では、まあ、桜見る会とかそういった、まあ、政権の動きが、まあ、大噴出したわけですけれども、やっぱりこの国会の審議ですね、この市民の方のこの肌で感じているしんどさや苦しみ、こういったものの、 あの会議といいますか、そういったものはどうなりますか。まあもう、なんだろうな、まあ、簡単に王様なんでしょうね、もう、うんうん、なんかもう殿なんですよ、うんうん、だからもうその庶民下々の者の生活がどうとかってことにはあまり興味がないというか、うんうん、それはもうコストでしかないから、うんうん、そこはどんどん絞っていけばいいじゃないかと、うん、逆に言えば自分たちの権力をしっかりと支えてくれる者たちに対してはそういったような保障っていう部分が出てくるということですね。まあもちろんその税金で飲み食いさせて、ね、芸能人とかに合わせてみたいな、そういうパーティーですよね。パーティーというか、まあ、あの桜を見る会、完全な有権者買収とかっていうのも普通に行えるっていう、もう完全にもう自分のものになっちゃってるんでしょうね、私物化。さっきその回答でね、はい、の熱狂っていうのは選挙の時よりも今の方がすごくあるっていうふうにおっしゃってたんですけど、うん、やっぱり結局選挙を経ても、まあ、なんていうの、一過性ではないというか、うん、そのまあ、要するに今の自民党政権では変わらん、なんていうかな、こう生活良くならないというか、こうなんて国民のためになってないというか、うん、まあ、それがより強まっているっていう感じですか。その、ね、熱狂がより強まってるっていうのはもう少し具体的にどんな感じだっていうふうに思いますか。何なんでしょうね。要は私たちが訴えていることっていうのは、この20年以上のデフレが続いている中で人々の生活がもうかなりもう地盤沈下してしまったということですね。一方でその一握りの人たちは過去最高益とかっていうものを手にしているということですね。でその中でどんどんすり減っていくしかない自分で、もう先にはもうなんだろうな、もう絶望にも似たような状態っていうか、このまま毎月ギリギリで生きていく、やっと今月乗り切ったってことをあと何回やれば自分は自分の人生を終えられるんだろうっていうか、もう絶望的ですよね、そんなのね。どっかで一発逆転のチャンスもないわけですし、ほぼそう考えた時に、それを政治に期待するということさえももう諦めてるというか、もう放棄してしまってたっていう状況の時に、ひっくり返してやろうぜと、こういうことをやっていこうっていうことをやっぱりなんだろうな、ある意味こう何の手立てもないっていうところに対して超基本的なやり方でひっくり返さないかっていう提案にみんなが乗ってくれたってことだと思いますね。実はこれご覧になったからなんですけど、共同通信の、ね、はい、世論調査っていうのがちょうど昨日、土日にあったので、はい、まあ、10時15なんですけど、それで 4.5% だったんです、令和新選組。これって共同通信のトレンドをずっと見ていくとね、8月の要するに参院選挙が終わった後、うん、まあ、ある種その熱狂って言われた時ですよね、うん、
あの時の直後にあった8月17、18っていうのは 4.3% で、それが、まあ、3.4、2.1、2.1、2.5 って、まあ、大体、まあ、そういう感じになってて、他の野党もみんな下がってきてるんですよ。なんですけど、あの12月 の、ね、あの最新の調査だと 4.5 に上がっていて、で実はこのパーセンテージって共産党 3.0 で、要するに野党でいうと、まああの立憲が10ポイントぐらい、まあ、あるんですけど、10% ぐらいあるんですけど、その公明党はまあ与党だからね、野党で言うと実は2番目で、だからこれ、それは私はなんかこう全国の人たちに今おっしゃってたようなことがやっぱり認知されてるのか、数字に出てるのかなとちょっと思ったんですけど、まあちょっとなんだろうな、そういう調査系っていうのは結構各社開きがあるので、うんうん、なんかこう一概にはっていうか鵜呑みにはできない部分があると思うんですけど、まああのなんだろうな、やっぱりこう露出が増えると、数字に結びつくっていう部分もあると思います。なので桜を見る会であったりとかっていうような国会会議中はやっぱり他の野党っていうのは結構なんだろうな、コンスタントに何か露出をする機会があるわけですよね。あの集中審議だったりいろんなものということを考えると、で私たちは、まあ、あの木村船子という2人の会派ですから、なかなかそういうチャンスというか、はないんですけれども、でやっぱりこの一番手っ取り早いのがメディアに乗ることなんですけども、そのメディアになかなか乗れないということを考えると、もう草の根でやるしかないということですね。で草の根でやりながら、こう皆さんにも広げていただくという、このセットで多分あのなんだろうな、そういう、うん、数字が出たんじゃないかなとは思いますね。まあ、浸透してってるっていう可能性が、うん、まあ本当に究極のドブ板やってるような感じですね。そうですね、そうですね。だからなんだろうな、うん、まあ非常にまあ選挙のすぐ後ぐらいと同じ水準の数字が出たという部分は、ちょっと、うん、なんだろうな、注目する部分もあると思うんですけど、でも、まあ、これ一喜一憂できないっていうか、すぐにでも減るものだろうし、なのでもうあの自分たちはもう目の前のことをやり続けて、皆さんにも自分のできる範囲でやっていただくってことを続けて継続してもらうしかないと。でもまあ草の根だけでこれだけの支持っていうものを得られるっていうことだと思います。いかに草の根っていうものがあのなんだろうな、本当は力を持っているものなのかということですね。まあ、一方で NHK なんかは 0.6 ぐらいでしたもんね。だから、そうそう、うん、あの確かに各社違うんですけど、うん、まあ、一つのこれは同じ会社のトレンドだから、そうですね、まあ、そのトレンドだけ、要するに数字というよりは、うん、トレンドとしては面白いなと思って、うんうん、やっぱりやったらやっただけあのなんだろうな、知ってもらえる可能性が高いっていうことだと思いますね、うんうん、あのそれでまあ安倍さん、とにかく、まあ、多分みんな変えてほしいと、うん、安倍政権嫌ですよっていう人だけが、うん、まあ、街頭の人圧倒的に多いと思うんですけど、はい、まあ、そうするとこう政権交代っていうのはまさにもう一回しなきゃいけないと、はい、であの当然前からね、あの田村さんに訴えてらっしゃるんですけど、うん、でまあ、その中で一つその野党が、まあ、年末どうなるか分かんないんですけど、うん、今こう野党が一つの党でやりましょうみたいな動きが立憲とか国民とか出てるじゃないですか、はい、でそのまあ野党のその辺の動きっていうのはどういうふうにご覧になる。衆議院選挙っていう部分を考えるならば、塊になるっていうのは最低必要なことかなと思います。政権交代したいならばですね。うん、なのであの、塊になっていくのはいいんじゃないですかね。うん、ただ私は塊になっただけでは勝てないと思ってます。うん、要は、これまで6年間ずっと負け続けてきたわけですね、野党は。で、その間にも数々のとんでもない法律っていうものが作られてきたってことです。出るあれ、あれで出るっていうね。素晴らしい。2013年ぐらいからですね、大体与野党が大対決したっていうようなものの内容なんですけど、特定秘密と特定秘密保護法とか、国家戦略特区とか、法人税率の引き下げとか、派遣法の改悪とか、安保法とか、係争法とか、TPP 種子法廃止、あと共謀罪、テロ等準備罪、PFI 法の改正、働き方改革、TPP11、カジノ法、水道法改正、漁業法、入管法とか、もうこの国の根幹をもう完全に崩しにかかっているような立法が次々に行われてて、で与野党の対決っていう部分においては、もう完全に与党側、自民党やりすぎだろうっていうような世論調査が必ず毎回出るぐらいなんですね。でもその間に4回選挙が挟まってて、やっぱりなんだろう、
野党側に信任、多くの信任を寄せられないっていうことは何なのかってことを総括できてますかってことだと私は思うんですよ。それは塊にならなかったからだろうっていうことだけではないだろうと。やはり人々が希望を持てるような、経済政策、これが一番柱にならなきゃいけないんですよ。多くの方々がもう生活困窮に陥ったりとか、その手前にいる状態の中で、やっぱりあなたの生活がこう楽になるんだっていうことをやっぱり具体的なプレゼンができてないのが野党だと、国会の中の審議とかでもプライマリーバランスの黒字化とかっていう寝言を言っちゃうわけですね、うん、何かってったらもう結局収支合わせなきゃいけないから、なんだろうな、今以上の投資はできませんっていう話ですね。そんなことになったらどうなるんだってことです。だからプライマリーバランス黒字化しようと思ったら超簡単で、予算半分にすればいいんだよねって話ですね。でもそうなった場合にどうなるかってことを考えたときに、当然、社会保障はどんどん削られ、で公務員はクビにされみたいな、もう地獄みたいな世の中になると。プライマリーバランスの黒字化を実現した国で考えたらギリシャとかアルゼンチンとか、もう本当に悲惨な状況に陥りましたよね。そういう公衆衛生上のものが全部カットされていくっていうのは地獄みたいな世の中になっちゃったってことです。だからいわばその野党側はプライマリーバランスの黒字化ということを、口にするたびに、あ、これは悲惨な未来しか来ないなって勘のいい人は分かるわけですね、うん、だからあの財政規律とか財政再建とかっていうことの話の前に、まず人々の生活を引き上げて日本の経済をやっぱりこうちゃんとあの立て直すっていうことがされた上で、そういった議論がされるっていうのは私は否定しないけれども、ここまで地盤沈下させた上に財政規律とか財政再建っていうのはもうなんだろうな、もう死ねって言われてるのと一緒ですよね。今以上生活厳しくなるよ、痛みに耐えてねって。でもその痛みに耐えろっていうことはこれまでも使い古された話で、結局痛みに耐えた後はより疲弊したっていう話ですね、人々は。だからそこら辺の話だと思うんですよ、私は。一番だから一番分かりやすい旗を立てろと、経済政策においてっていうのが、私はもう、この6年間、なんだろうな、政権交代の手前までもいけなかったっていうか、全くかなわなかったってことですね。現在の与党に全くかないませんでしたと、超弱小与党野党になっちゃいましたっていうことの総括をあのされるべきだろうと。そう考えたときに、やはりこのデフレの20年を長引かせている理由の一つとして、私は大きな問題を抱えているのが消費税だと思うんですね。そう考えたら消費税、野党が政権取ったらね、消費税が 5% になりますっていうぐらいのパワーワードを出さない限りは、あの政権交代の芽は出てこないだろうと、そう思いますね。野党が塊になることは素晴らしいことだと。でもそれ塊になっただけで何か次リーチかかると思ってないですかって話ですね。もしくはリーチがかかってない、リーチがかかるとは思ってないっていうんだったら、じゃああと何年地獄を続けるつもりですかっていう話なんですよ。持ちませんよってことですね。もうすでに 50% の人たちは選挙に行かないっていう判断をしてるわけですから、それがより深刻化するってことですね。やりたい放題の与党と、なんだろうな、煮え切らない野党と、そんな地獄の中で政治に興味を持つなんて無理だし、だからそうなった時には 5% っていう旗っていう部分をメインで立てられないのであるならば、私たちは、もう政治はいいよ、選挙はいいよって諦めた人たちの受け皿にあのならざるを得ないってことですね。何もその野党の票を削ろうとか、ケチくさいことは考えてない。少ないとこから削るつもりとかっていうような話したってしょうがないですから、何もならないですから、うん、逆に言えばその与党にも野党にも愛想尽かしたっていう人たちの受け皿になるってことですね。ちなみに野党っていうと、まあ多分立憲国民とかそういうところになるんでしょうけど、そこからなんかこう一緒にやりませんかみたいな話は今のところはあったりはしない？全然ないですか？あ、ないですね。共産党さんからは、共産党さんからは 5% でまとまらなくても野党共闘、野党の塊には参加してほしいということは言われました。ええ、ただやっぱりそこを 5% 消費税 5% に下げるという、そこはもう絶対譲れない政策っていうふうにやっぱり思ってらっしゃるんですよ、その野党共闘っていうと。だって野党塊になってっていうことって別にこれまでもなんとなくやってきたわけですね。そこにこれまでと違うっていうものが出せなきゃ
民主党が復活しました、で野党が塊になって戦いますっていうので政権交代の芽が作れるのかなと私は思いますね普通に、うん、そうするとまあこの後、まあ、あの今の野党がどうなるかはちょっと分かんないんですけど、ね、一緒になるのかもしれないしどうなるか、まあ、でも多分選挙協力しましょうみたいな話は当然前もやってるわけだからあれだろうって思うんですけど、うんうん、そうするとその令和としてどういう道をこの後、まあ年明け進んでいくのかって考えた時に、うん、そのやっぱりそのまず政策的なその経済政策、消費税 5%、まあ、そこが一致できるかどうかっていうのがそれがある種唯一の政策、唯一最大の政策みたいなふうに考えていいですか。いいんじゃないですかね。あのというのはそれ以外の部分であるならば一致できる点は結構多いと思うんですよ、うん、あの最低賃金1500円にしていこうとか、うちは政府保障って形を取るんですけど、そうだな、あの、まあ、働き方っていう部分に関しても、うん、で、まあ、それ以外のなんだろうな、男女平等っていうかジェンダー問題とかってその他の問題に関しては一致できるところは結構あると思うんですね。で、まあ、一応立憲民主党、立憲民主党というよりも、まあ、立憲民主党をあの中心として野党で原発廃止というかの脱原発の法案も出てますし、だから そうですね、そう考えるならばやっぱり一番人々を引きつけるものは何なのか、つまりは人々が一番必要としているものは何なのかということを考えるならば、消費税を下げるということは非常に重要。この国に存在している企業の 99% 中小零細なわけですよね。で、まあ、他にも消費税で苦しんでいるということを考えるとこの方々確実に苦しまれてますね。あの税金の滞納のうちの消費税6割ですから。で、まあ、もちろん個人事業主もその中にいてということですね。こういう方々に対しても大きなメッセージになるわけだし、もちろん一般消費者もそうですけど、そういった事業者の方々に対しても10が5になるということは、なんだろう、もう支持する以外ないですよね、うん、今の生活を考えても今の状況を考えても、うん、昨日も、池袋でやったんですけど、池袋に零細企業やってますっていう方がいらっしゃったんですね。でその方は本当は設備投資したいんだということをおっしゃるんです。で本当はもっと処遇改善したいんだと、自分たちの従業員にお金払いたいんだと、でもそれが叶わないんだということなんですね。でもこれってすごく象徴的なお話だなと思って、要は赤字でも払わなきゃいけない消費税というところで首が締まり続けてて、で、まあ、消費自体を落ち込ませるっていう消費への罰金の消費税、それで消費も弱っていってるわけだから物が売れづらいっていう部分がありますよね。ってことは当然売り上げも落ちていくわけだし、でより料金を安くしていくっていうような形になりゃ当然、従業員の給料っていうのもやっぱりなんだろうな、高くすることは無理ですね。安くすることはできたとしても、まあ、そう考えたとしたらもう本当に消費と投資を奪い続けるっていう20年間の中でこの消費税をさらに上げていくっていうことを明確に批判しなきゃいけないってことですね。それはならんと、もう一回戻そうじゃないかと、2014年の3月にっていう状態ですかね。うん、何も難しいことじゃないと思うんですけどね、私は。何をそんなに抵抗し続けるのかと。だからもう完全に財務省脳ですよね。脳が財務省になっちゃってるっていう。たまらない。うん。そうなると、まあ、そこがまあ一致できるかどうかっていうのは、まあ、どうなるかっていうところなんですけども、まあ、それとは別にとりあえず、あと2年以内に解散あるし、はい、まあ、逆に言うといつぐらい解散あるなと思って、どんなスケジューリングで、もう今あれですね、公募を始めてらっしゃると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、来年で考えるんだったら、年明けで補正予算組んだ後とかっていうような噂もありますけど、補正予算組まなきゃいけない、じゃ補正予算の審議の後って話もあるけど、補正予算とするのに衆参で集中審議やらなきゃダメでしょ、うん、ってことは年末年始で忘れた桜の話がまたもう一回みんなの中にリマインドされていくっていうようなことがあった後に選挙なんかやったって損じゃないですか、うん、だから一番向こう側がそれを下げたいのであるならば、もう国会召集して速攻解散みたいな、だからもう集中審議も何も、だから公的な場で総理が出て行って説明をしなきゃいけないっていう場を潰しちゃうってことですね。で、まあそれで選挙っていうことで、まあ勝てば、まあ、勝つでしょうね、
だとするならば、もう信任を得たっていう話になりますよね。これまでの通りってことですね。鍵や森友でもそうでしたけど、うん、で、まあこの季節がないんだったら次は多分6、7月とかですか、うん、それがなかったとしたら次はオリンピック以降、うんうん、だからどっちかですよね。どっちかっていうか、要はでもまあ僕は、うん、どうやねやろな、どっちかですね。もう随分先延ばしにして、で、もうこういう問題があったとしても、もう出尽くしてみんなが飽きてっていうところの先にやるか、それかもう最初にもう打っちゃうか。僕は年末年始でみんな忘れた後にやった方が話早いんじゃないかなと思いますね。で、だってこの後おそらく消費税の問題とかで、要はより悪い経済状況っていうのが明らかになっていくと、桜の問題上回るような、要は何だろうな、市民、国民の感情が出てくると思うんですね。じゃあそしたら急いでやっぱりもう候補者立てなきゃいけないっていう。そうですね。うん。まあ大体絞り込みはしてます。あ、もう絞り込みできてる。あ、っていうかもう完全に100立てられるまでの絞り込みじゃないですけど、うん、どこの選挙区に立てるかということは、うんうん、一応3パターンぐらいもう用意してます。あの選挙区ですね。選挙区、立てる選挙区の、はい、だから100100選挙区をどういうパターンで立てるか、うん、もう完全仁義なき戦いなのか、うん、それとも、もう少し緩やかなパターンなのか、うん、それとももっと緩やかなパターンなのかっていう3つぐらい今準備しててっていうところですね、うんうん、その100人っていうのはもう公募で相当集まってるんですか、それとも公募で集まってるのは今のところ320人ぐらい、320人ですね、うん、それが12月10日時点なので、多分もっと増えてると思うんですよ。多分年内でもう400は余裕で超えるだろうなと思います。もう選考にも入ってる。そうですね、一部入っていってます。まあそうすると、まあ、選挙いつあるかっていうのもありますけど、まあ、そのための全国行脚ってことなんですけど、もう一つね、まあ、ちょっと今日本当はこれ対談で小田さんと対談をね、はい、お願いしようと思ってたんで、ちょっとなかなかスケジューリングが2人とも忙しいから合わなかったんですけど、その、まあ、小田さん一つは野党結集と小田さんずっと言ってて、であとその今全国回ってらっしゃる、いわゆる川上から川下というか、すごくその地方のその、うん、と一番地方から遠いところからこう回るっていう、うん、ある種その選挙の王道っていうんですかね、はい、こうアドブイターでやってらっしゃるなと思って見てるんですけど、うん、ちなみにその小沢さんは離党した後、参院選の後っていうのは何かお話しされたりとかします？参院選の後は、うん、国会が始まるって言った時に、うんうん、まあ、自由党の元々のメンバーでみんなご飯食べるからどうですかっていう誘いが、うんうん、自由党の事務局の方から連絡があって、で生臭い話とかなしですからっていうことを言われたので、別に生臭い話したっていいじゃないですかって言ったんですけどね。で、まあ行きましたね、それはね。だから国会、まあ、閉じた国会が始まる時ですねに行って、まあ、ご飯食べてみたいな。で、まあ僕遅れて行ったんですけども、みんなでじゃあ乾杯しようみたいな話になって、おめでとうって言われて、いや落選したんですけどっていう話でみたいな、まあなんかそういう和やかなというか、あまりこう先々どうしていくから、どうしていこうかとかっていう話はもう全然そこでは語られてない状態ですね、うん、なるほど。そうすると具体的なそういう話は、まあそういう生臭い話っていうのはまあしてない、そこではしてないし、ね、まあその後もしてない、うん、そう、まあ、実際にだから、まあ、小田さんは今国民に入ってるんでね、うん、国民の中でのいわゆる結集にまあやってるんで、うん、そこはちょっと政策的な考え方がもう違うのかもしれないし、分かんないですけども、うん、その、まあ、またなんか一緒にやるタイミングなり一緒に話す機会でも出てくるのかもしれないなと思うんですけど、うん、小田さんっていう政治家っていうのは、まあ、そもそもこう6年間では4年間ですか、うん、前の時に、はい、どんなふうにご覧の、いやすごい人だなと思いますね。もう目的のためには、目的を達成するためにはその目的以外のことは全部譲るっていうぐらいの、感覚の人ですね。だから本当そのセイラが汗飲むって辞書でこう引いたら小沢一郎って出るぐらいなんじゃないかなっていうぐらいの、いやでも本当に細かいこと言い出したらまとまりませんよねっていうことなんですね。だから本当に
政権交代、政権交代のみを考えている方ですね、うん、そのためにはもうそれが欲しいんだったら差し上げますっていう、いつでもそういうスタンスを示す人、まあ、私が最初に生活の党に合流した時にもうそれはすぐに分かったことなんですけどね、要は党名変更できるかっていうことに関して、太郎と一郎っていう名前どうですか、新党太郎と一郎、あでも一郎小沢さんの方が先輩なので新党一郎太郎でもいいですみたいなことを言ったら本当にお前いい加減にしろよって普通なりそうなもんなんですけど、小沢さんはそこ冷静になるほどと、でも個人の名前が、政党に入っている場合はその名前の人の選挙が来た時に、まあ、君は参議院だから随分先だろうと、でも私の場合にはいつ選挙が来るかわからないから、その時には党名をまた変えなきゃいけなくなるんだと、だから、うん、この案は難しいなとっていうふうに普通にやり取りしてくださるんです。なめてんのかで終わりそうな話なんですけど的確なアドバイスと言いますか他にあるんだろうみたいな話になって、あ、いいですか、じゃあ生活の党と山本太郎と仲間たちってどうですかつって、まあ俺はいいよみたいな話なんですよね、うん、俺はいいけど他のメンバーも OK だったらそれで行ってもいいよっていう、いやもうどう考えても勘弁してくれの世界じゃないですか、そんな政党名けれども、そういうようなジャッジするっていう、あの方のなんだろうな、もうはっきりしてますね、目的のためであるならば全部あげてもいいよっていう、うん、すごい人だなって思いましたね、うん、さっきのね財政論の話でいくと、最近小沢さんって、私はある種財務省的な考え方してるとずっと思ってたんですけど、最近ちょっと変わってきてます。あ、そうか。でも子供手当とか、うん、ね、あとなんだろうな、うん、農家の個別保障だったりとか、ね、ってことを考えるならば、うん、積極財政ではあるのかなとは思うんですね、考え方は基本的に、うんうんうん、でもまあその財務省にとってもこうなんかこう財務省にとって敵っていうふうな認定をされるような形ではないってことだと思うんですよね、うん、なんかやっぱりプライマリーバランスっていうのをまあなんかやっぱり勘にとらわれすぎてきたんじゃないかみたいなことをこの間ちょっと言ってたので、へえ、びっくりした。大正解じゃないですかそれ言われてること、うん、へえ、あ、そうですか。そういう感じだったんですよ。なるほど、なるほど。 MMT がいいと言ってないんですけど、うん、MMT みたいなのもなんか研究、まあ聞いてみたいと話を感じた。あ、そうですか。少しやっぱりそのまあ、要するに、まあ、ある種トムさんが言ってることと同じで、うん、ずっとそれ同じ政策をやってきて うまくいってないんだから、やっぱりどっか問題があるから別な方法を考えなきゃいけないよねっていう感覚はあるのかなという。ああ、そうですね、うん、まあ20年変わってませんからね、うん、これ、うん、であるならば処方箋が間違ってた以外では言い訳立たないですよねこれね、うんうん、いやでもすごく柔軟な方だと思います。あ、うん、あ、柔軟ね。ものすごく柔軟だと思います、うん、だからこそ、そのなんだろう、原発事故あった後にもうはっきりと、あ、これは原発やめなきゃならないってことも言われてましたよね、うん、なので、なんだろうな、その状況を見ながら、以前自分たちの考えとして進めてたとしても、それが間違いであったとしたならば、やっぱり立ち止まって方向を変えられるっていう柔軟さを持ってると私は思いますね。私はそういう人が政治家であってほしいと思うんですよね。やっぱりこれ自分たちが決めたから、これ自分たちが決めたものだから、間違ってたとしてもこれは突き進むしかないんだ、それ大本営って呼びませんかって話だと思うんですね。そう考えるとするならば、消費税をね、三党合意してきたってことの経緯はあるけれども、もう今の経済状況を見てたら無理だろうと、人々の生活を見てたら無理だろうと、一旦下げようっていうような大胆なことをやらなきゃもう本当に持たないと思いますね、人々が。だから小沢さんぐらいの柔軟さっていうかっていう部分をやっぱりなんだろうな、政治家も持ったらいいのになっていうふうに思いますね、政治をやるんであるならば。うん、そうですね。じゃあ最後の一つ、これだけちょっとみんながね、うん、私はうんと思いながら聞いてる一つ、最後の一つなんですけど、来年都知事選があるんですよ、はい、それで、まあ、太郎さん都知事選出たらもう勝てるんじゃないか、小池百合子知事にっていうことで、なんか期待論みたいなのもあったりとかするんですけど、ありえます？どうやねんな。でもあれですよね、立憲とかは前川喜平さん立てたいみたいな話噂で聞きますけどね、うん、なるほど。
言ったらあかんのか、こんな噂でね、聞きますけどねとなると、まあでもうちも、当然あの誰が立つかということは別にして都知事選というところにはアプローチするつもりです。候補者、田村さん本人が出るっていうのはあるんですか？それわかんないですね。あの前から言ってる通りにその選択肢としては排除しないっていうまま継続しますけど、それが私なのか別の方なのかっていうことは別、あのまたあの別として、れいわ新選組として、候補者を立てるつもりであるっていうところですかね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。